今回は、頑張らなければ、病気は治る、を紹介します。なぜ、病気は治そうとしない人ほど治るのか ?40 万人が支持する心が一気に楽になる方法を。を必ず、病気が治る3つのステップ。著者は、日本から、うつ病患者、自殺者を減らしたいという使命のもと、普通の精神科の診療だけでは、 多くの人を救うことが難しいと考え、より多くの人に影響を与えることができる作家になり、またソーシャルメディアでも影響力を持とうと決めました。その著者の20年以上の診療の経験と、今や趣味の域を超えてライフワークになっている映画評論の知識が存分に発揮された著書です。病気が治るステップについて 一つ一つ丁寧に書かれており、医者や病院を変えずに、薬や治療法も変えずに、患者さんが自分の考え方を切り替えるだけで、今まで治らなかった病気を治す方法について書かれています。病気になった本人だけでなく、病人を家族に持つ方にも役に立ちます。たくさんの観点から書かれているので、気づきはたくさんありますが、 その中でも「なるほど」と思ったのは人間を「好き」か「嫌い」かで判断しないというアドバイスです人と会った時に大概「好き」「嫌い」の2パターンで判断しているものですがそうではなく「好き」「普通大嫌い」の3パターンで判断しなさいというアドバイスですすると「大嫌い」は非常に少なくなるので 悪口を減らすことができるというアドバイスでした。これは誰にでも使えますね。とてもおすすめの本です。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。